ひまちゃん、はい、テスト勉強お疲れ様。ありがとうございます。そして3日目に突入したね。ひまちゃん、サプライズ。あなたが頑張っているからママはいろいろ買ってきたよ。何？名前大丈夫？大丈夫、名前大丈夫。はい、何？はい、サプライズ。イエーイ、久々のサプライズ。何？じゃあこっち行って。はい、嬉しい、ありがとうございます。急に敬語になっちゃった。はい、でもありがとうございます。短パンすぎてちょっとやばっ、やばい、やだ、ルペルペちゃう。ちょっと、じゃあ突撃。何？何？その喜び。はい、ちょっとごめんなさい、眉毛が4本になっちゃうんで隠させていただきます。あのね、驚くと、やっぱりしかもこれ何？触覚？触覚、うん、本物の、うん、あのね、びっくりすると眉毛が4つになっちゃうんです。だから隠させていただきます。動いてるカメラ。はい、せーの。いいよいいよ、大丈夫大丈夫。大好き。わけあり欲しいもん。これめっちゃ美味しい。そう。え、あのでも一個だけ言っていいですか？ダメだし？ねえ、何？一個だけ。じゃ今後のためにいいよ。言いたいことわかる。わかるよ。何？もっと小分けしてるやつがある。正解。あのわけあり欲しいもんのいいところって細かいのがいっぱい入ってるのが好きなの。うん、テスト勉強中、うん、一個ずつこう食べれるから。これさ。でかいの選んできたでしょ。違う違う、なかったの細かいのが。本当にそこのスーパーに知ってたんだよ、ママも。だからそうだけど、本当こんぐらいに一口だからいっぱい入ってるのが好きなの。そうでしょ。まあでもね、食べたいかなと思ってたから、はい、そろそろ大好き、よかった。欲しいも大好き、ありがとうございます。いいえん、やばいな、これ食べよう、うん、次、せーの、じゃん、ミックスポンジ。いや、最近ロケも多かったでしょ。うん、で、無敵とかのロケも多かったので、うん、見たらスポンジがね、めっちゃ汚かったの、もう。あれ、洗ってないもんね。うん、だから、はい、一応、テスト終わってからのロケがまた始まるから、はい、頑張ってという意味で。あ、ありがとうございます。はい、とても。まあ、スポンジは嬉しいです。そうでしょ、うん。いろんなね、角度で使えるスポンジみたいな。ドアスラマも1個もらうんでしょ、これ。私、じゃあね、ピンクでいいや。え？じゃあ次、せーの、じゃん。おお、こんにゃくせんべい。いいでしょ。サラダ味いいじゃん。しかもハイカロリー、見て、大好きなカロリー。え、見た見た、57キロカロリー。しかも国内製造、珍しいね、これカルディ、ね、ひまちゃん、多分すごい勉強頑張ってるから口がカッサカサなんだけど、かわいそうなんだけど。え、待って、待って、なんかついてんだけど、しかもついてんだけど、最高だけど。77万人おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです、ありがとうございます。その赤いリップだ。そうですね、自分でじゃあ持ってこいって。うん、どんぐらいカサカサなの。なんかね、かわいそうだった。これでいい、最悪なんだけど、しかも何この、はい、本当にこれ。待って、塗るから。しょうがないよね、突撃だからね。はずげん、あ、全然変わってきた。オッケー、オッケー。ドスッピンすぎてやばい。次、じゃん。おお、いいじゃん。いいでしょ。かわいい。そう、なにこれ。最近ヨーグルトとかも結構食べるし、うん、あ、そう、木のスプーンが好きなのよ。そう、あとさ、お箸がちょっとね、ヘナチョコさんだったから。はい、私の箸ってなんであんなに削れてるんですか。なんか私の箸だけ、なんかママたちはすっごいいい箸を使ってるのね。そんなことないから。何、私だけなんか100円みたいな。なんで、なんでそれって150も変わんない。です、ありがとうございます。いい、次、それであとでヨーグルト食べよう。何これ、バンブーコースタートレイ。え、いいじゃん。そうでしょ、
に？え、だからここにコップを置いて、うん、え、ちょっとあれだって、じゃあスタバの、え、はい、え、そういう子じゃない？置いてで、ここにそう、なんかあのヨーグルトが食べるときに置いて、いいじゃん。で、ほら、ほらほら、これはなんかちょっとサイズ感的に そう、ね、そう、違う、欲しいもんじゃない？だからお皿置けばいいの、ここに。え、いいじゃん、使って、ぜひ。うん、これいいわ。イエーイ、センスいい、ありがとうございます。重い、これ。重いでしょ、意外にしっかりしてるんだよ。じゃあ次、うん、結構ありますね。はい、じゃん。この形からしてこれはコップ以外の何物でもないかってこと。あ、かわいい、グラス、オーロラ。あ、これに、はい、これを。あ、めっちゃいいじゃないですか。最高、最高、最高、裁判所。別に今回テスト出てこない、出てこないよね。え、よくない？いいでしょ。お手入れ方法、汚れた場合は布で拭き取ってください。バカにしてますかね。待って、ちょっと。その返信の早、この返信の速さよ、これ。ちょ、誰か見てみたいと思います。ビコビコ、ビコビコ、ビコビコ。この返信の速さ、絶対あなたしかいないんだよね。ほら。おはよう、私は今から科学頑張ります。オーロラいいね。いいでしょ。なんかしかも、この大きいコップの感じが最高です。もうひまちゃんはとにかく水をいっぱい飲むから。そう。はい。続いて、せーの、じゃん、あれ、凍らせて食べるパインアイス、すごいでしょ。そのまま凍らせばいいの。そう、カルディ、すごー。少し振って、うんうんうん、袋のまま凍らせてお召し上がりください。ありがとう。はい、美味しそう。美味しそうでしょ。次、じゃん、なんだと思う、正解。本当に凍らしたか、え、普通にカヌレ、カルディ行った時に、うん、あ、買いたい、食べたいって言ったやつ。え、カヌレ、そうだよ。自然解凍もしくは冷凍のまま電子レンジで温めてお召し上がりください。あ、温めなくてもいいってこと。そうだよ。次、はい、せーの、じゃーん。なんてか分かる、それ、2way ケース。ペンだってメガネケースにも使える 2way ケース。え、すごい、ちょっと待って、うん、ちょっと待って、うん、あ、そういうこと。そう、これだって、ペン立てにもできる。ママ、なんてか知ってる、いい、うん、写していい、こっちが急にだけど、うん、だこんな状態とかね、こんな状態で置いてあるわけ。そう、ここにもペンとかあるんだけど、ちょっとね、置き場所がここ入んなくなっちゃった。そうでしょ、だからペンだって3つ置いてんの、やばい。うん、買ってきたの。いいでしょ、いい感じ。メガネケースにもなるんだって。そう、ほら、でしょ。まあでもペンかなと思って、うん、今の時は、ね、うん、テスト、まあなんかテスト終わったらそうだね、ケースにするわ、うん、え、最高、最高、裁判所、ねえ、いいでしょ、かなり今までの今回の、かなり今回いいセンスいいですね。一回皆さんにちょっと一個言いたいことがあって。なになに。昔ママが突然こう、ひまちゃんテストお疲れ様って買ってきてくれたことがあって、その時三つあったんですよ。で、動画が成り立たなくて終わっちゃって、だからちょっとすっごい子が増えてる。じゃん。あ、あれじゃん、コーンのお皿。あ、かわいい。え、マジかわ。でしょ。うん。ワッフルボール。もしかしてここにこういうこと？そうでございます。嬉しい。なんか私の QOL 上がった感じ。QOL っていうね。次、うん、はい、じゃん。あ、もう一個あった。スイカアイス。そうです。おー、いいですね、スイカ。いいでしょ？パインとスイカ。うん。次。じゃーん！あれ？違うの。さっき。これさ、これさっき私が買ってきたやつ入れたわけじゃないの？違う。だって冷えてないでしょ？私も買ってたの、実は。え、ちょっと、え、じゃあ今日さ、うん、買ってきたんですよ、うん。コンビニで私もこれを。うん、全く同じの。うん。じゃあこれ買ってきたとき、あ、買ってるって思った。思ったよ。あ、かぶっと思ったの。かぶったわ。私これを夜中飲めば、ね、あのオールできる、うん、で、なんかこれを昨日飲み始めて、で、今日買ったでしょ、だから明日の分、そう、明後日テスト終わるのね、で、明日これ飲みたいと思います、うん、ありがとう、よかった。じゃあ最後、うん、せーの、じゃん、あ、それ私のだ。マジでさ、それ最後のサインにさ、自分と出してこないでもらってもいいです。すっかり忘れちゃった。あの、親子でお揃い。KP。で、ね、カヌレ何個あった今。カヌレ2個あった。うん、はい。ママとひまちゃんで、KP。やばすぎ。
え、ね、一口食べてみる今。ここに一回置きますね。置きますか。あ、いいですね。どうですか今回のひまちゃん。今回全部最高です。わ、嬉しい。はい、というわけで並べました。じゃーん、こんな感じです。すごい、とってもありがたいです。うわ、そんなにね、喜んでもらえるとママもなんかこう一生懸命やった甲斐がありました。ありがとうございます。いいえ、もう頑張ってる ね。あそこのさ、はい、あの、取ってペン全部。いいよ。これがね、最近の一軍なんですよ。あ、そうなんね。え、なんかそう、じゃーん、どんな感じの一軍なの。おー、もうマーカーとかですね、教科書に線引いたりです。いいですね。はい、じゃあいただきます。ひまひまさんの食レポを聞きたいと思います。では、カヌレいただきます。はい。ほんとにカリッカリなんです、とにかく。で、うん、もっちもちなんですね。バターがすごく効いてるんですけど、それに加えてあのラム酒がいい感じに効いてて最高。2点、私のコメントだね。このさ、バターでさ、ベタベタなのかさ、リップでベタベタなのかわかんない。え、めっちゃ美味しいんだけど。あ、でもてか、今ラム酒入りのさ、うん、カヌレ食べれるようになった。めっちゃ美味しい。これやばい、カヌレやばい、本当に美味しいわ。よかった。うん、これであと2日頑張れますか。頑張ります。めっちゃこの干し芋を食べながら、うん、これを夜中に飲んで頑張りたいと思います。ということで、本日はママからの卒でサプライズ勉強ひまちゃん、お疲れ様でした。まだ続くけどね。はい、あと2日間本気で頑張りたいと思います。はい、みんなテストのみんなも頑張ろうね。ちなみにですよ、はい、ちなみにこの2日間の調子はどうでしたか。正直いいものはいい。あ、いいものはほぼできてる、うん、もう10割ぐらいできてる。ほぼ今日はほぼできたんだけど、英語は良かった、国語も良かった。一番やばいのチリかも。私チリやばいのよ。私ね、今世で一番チリが苦手なの。まあね、でも今回はどうなるかちょっとわからないけれども、今回はさ、80言ってたのどうなんだろう、わかんない。英語は良かったのよ、今日。普通になんか、うわ、ここ出んのみたいなとかが多かったの。でも、かすかな記憶でいけて、国語もかすかな記憶でいけた。国語は違うの、超特急で解けちゃって残り30分残ったの。うん、いつも時間足りなくなるのに、今日は30分残りました。ということで、はい、本日も明日頑張りたいと思います。科学とかあるからね。そうだね。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。頑張ってね。はい、食べた。今日はオールですか。はい、もちろん。あ、でもさっき6時間寝たんで。うん、バイバーイ。え、ちょっと一個いいですか。うん、去年の夏、チリ私さ、初めてのチリのテスト38点取った。